ああ、そのなんかこの病気っていうこと自体を受け入れられなかった時期みたいなのはないんですか？ああ、なんか、そうですね。最初のうちは、自分がってやっぱり思いましたね。なんだろう、本当に子供の頃って、全然大きな病気とかもしたことなかったんで、たまに風邪ひくぐらいでっていうのがあったんで、なんか、全然信じられなくって、違うんじゃないかなってずっと思ってたんですけど、もうとにかくすごいいろんな検査をして、いろんな可能性を除外していって、あ、やっぱりそうですねってなった時には、なんとなく、ああ、そうなんだって、もうなんか納得せざるを得ないみたいな風にはなったんですけど。
僕の6分を君にあげる一緒寄り添うよもう一緒一人じゃない僕の6分を君にあげる朝顔に梅雨がきらりそばにI'm not afraid to die.